英徳寺は、愛媛県大洲市に所在する神言、総お室派の寺院である。3号は、消防山。本尊が、千手観音の本坊と本尊が、弥勒菩薩の境外仏堂、工房大師五の塾所十夜が、橋通称十夜が橋との2箇所からなる。十夜が橋では2月3日に、節分薬除けごまぎと、 土曜の牛の日に、キュウリ家事が行われ参拝者で賑わう。松山自動車道大津インターチェンジと、国道56号の交差点付近にあり、空海が野宿をしたという伝説が残り、四国88箇所霊場で、多くの番外があるがここは、随一の番外札所である。また、四国別格二十霊場八番札所、何を七福神七番札所になっている。 言い伝えによれば、四国を、巡釈中の空海が、菅尾山に向かう途中、この地で火がくれた。この時周囲は田園であり、宿泊場所となる民家が見当たらなかった。空海は小川に架かる橋を見つけ、仕方なくその橋の下で人夜を過ごすことにしたが、暗く長い人夜が十夜にも思えた。そこで、この寺の護衛家となっている、蒸気家を読んだと言われる。 この言い伝えから、この橋は、十夜が、橋と呼ばれるようになり、橋のたもとに、大師堂が結ばれたほか、橋の下には野宿をする空海の像が置かれている。また、橋の下は、修行として、国内で唯一野宿が認められている場所であり、十夜が、橋の協所ではござを貸し出している。なお、四国遍路などでは、空海が安眠できる。 要巡礼者はこの橋に限らず橋の上では杖をつかないという習慣がある。現在、この橋は、肘川の支流であると谷川に架かる国道の橋となっており、さらに橋の上には自動車道の高架橋が架かっている。なお、四国ペン霊明書杖の差し絵には、十夜橋と書かれ、豊の橋と振り仮名が振られている。また、川の名前から、とやが、 橋と呼ぶ人もいた。2018年7月7日の台風7号による西日本豪雨のため重夜景橋の境内が水没、本堂を建て直すことになった。大須市東部の郊外に位置し、重夜が橋の南に約1 5キロメートルの山中にある。本坊は室町時代初期の英徳年間に創建されたと伝えられている。これが院名の由来となっている。 しかし、火災のため記録が消防し、伝承のみが残り詳細は不明である。その後、江戸時代中期の教法を12年に、周囲によって再建された。本堂は、江戸時代後期の校歌3年に建造されたが、老朽化のために、平成16年に建て直された。四国88箇所四国遍路にちなむ文化も、参照。 十夜が、橋英徳寺ホットで西洋重夜が橋に関するカテゴリー。ありがとうございます。